膝の力、腰の力が弱ってても、これだけの、ここからもうよいしょというこれだけで立ち上げるっていう、こういう離床支援機能を持ったベッドになります。はい。ここでこういうふうにやって、はい、入ってしますよ。これで、この環境でよい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 というふうに、走ってもらえるような、ミスト、あったかいミストが出ますので、ここに座っている前はお風呂に入っているようなあったかさ、気持ちよさ、快適さを体感できるという。健康寿命の尽きた方っていうのは、それがその命が尽きるまで続きますから、まあ、そこをなんとか支援をしなければいけないと。で、まあ、人生100年時代、具体的にどういう生活をすればいいのかっていう案が全く今のところ出てきていなかったので、それではファルマでそれを考えましょうという、まあ、一日でも長く自立して生きるっていうことが、まあ、人間にとって最大の望みだと思うんですね。で、それを精神論でやってもそれは絶対不可能なので、今の最新の技術を使ってそれをどうサポートするか、そこが課題になるんじゃないかなと。